アリ君なんか喋る？告知は今んとこないんだが、まあ今日のやつの、まあ、7針と物件でやってますぐらいの。はい、ちょっと MC 入ります。なんて、あ、八丁堀、東京駅のすぐ近く、うん、ちょっと MC 入ります。スイッチね、スイッチ始まった。はい、はい、旧グッケンハイム邸より放送している無観客配信、今日は東京八丁堀七針と旧グッケンハイム邸を結んでやります。東京八丁堀七針より和田真嗣オンドラムス、潮田雄一オンギター、そして神戸は塩野球グッケンハイム邸より稲田誠オンコントラバスでお送りします。どうぞよろしくお願いします。よろしくThank you.
はい、ありがとうございます。あの、シンジ聞こえる？聞こえます。はい。あの東京八丁堀七針から、改めまして和田真嗣と牛尾雄一とで、こんばんは、塩屋グッケンハイムからあの稲田で、毎度の稲田でお送りしております。毎度の稲田よ。そうね、今んとこね俺しかやってないみたいな感じ。あのちょっとあの東京の今どんなんかなっていうのを知りたくて、あのもうライブやってる？みんなではない、どうなんですかね。なんか半々ぐらいの感じで、うん、お客さん入れるのを制限して配信っていうパターンもあるし、うん、配信だけってパターンもあるし、うん、いろいろですね。ああ、そっか。まだ完全にはでも。そうだよね、まだまだだよね。あれ、ウッシーはライブある？いや、その配信はやりましたけど、1回だけ、うんうん、今月え来月からぼちぼちその配信とお客さんが入ってっていうのを半々ぐらいのやつを、うん、がありますね。あ、本当？それぼちぼち。それ例えば どこでするの、場所は？それはね、ブッシュバッシュで。あ、ブッシュバッシュ、ね、はい、うん、それ和田さんも。あ、本当？多分出るんですけど、うんうん、そう、ブッシュバッシュは頑張ってるよね、なんかもうずっと、うん、ね。そうですね。関西はどうなんですか？関西はでももう物件も来月の終わりぐらいからもライブ始まるから、あ、うん、俺も一つあの計画企画してるから、まあでもまあちょっと考えないとねって、そのパンパンに入れるわけにはいかんから、うんうん、なんか物件やったら25人限定でちょっと窓開けてやりますとか、うん、うん、そんな感じかな今、うん。うん、で、シンジはその次のライブは？あ、そのウッシーと、うん、7月17日、そのブッシュバッシュで、うん、ソロソロセッションみたいな。あ、うんうん、で、あ、そう、その前に、うん、あれか、ベアーズ、そう、ベアーズがあるんですよ。あ、そうか、ベアーズがあるね。7月4日かな、うんうん、DMBQ で。そうそう、あ、DMBQ なの？そう。あ、いいじゃん。うん、あ、ちょっと俺も被ってんだよね、あの、トンチトリオで、大人気でライブあるんで。あ、そうか。ね、まあまあぼちぼち戻っていったらいいですね。うん、うん、本当に、ね、はい、どうなるのか想像つかんですね。つかんね、まだようわからんね、うん、特に東京がねちょっとわからんよね今から、うん、さあ、じゃあもう一度やりますか。はい、
やりましょうか、うん、井上さん、ちょっと一旦あの、うん、ルームに出入りしていいですか。あ、そうですね、ちょっと音がバリバリ言い始めます、うん、はい、ちょっと帰る、はい、ドラ、そっちの音がバリバリちょっと言うてる。ちょっとそうですね、さっきのリハの最後ぐらいの感じで、はい、あ、はい、あ、だいぶ、うん、いや、良くなりました、だいぶいいっす。そうね、このもう何回も言ってるけど、このネットデュエットちょっと、まあ、まだあのベータ版だからちょっと不安定で、でももう出るって言ってたのに全然出ないな。次の正規版が出るはずなんだけどね、早く出てほしいなずっと待ってんねんけど毎日ヤマハのページ行ってまだかなっつって。ネットデュエットっていうのは、うん、ヤマハのアプリっていうか、そうソフトなんですか、うん、今これしてるのが、ね、その何やったっけ、あのヤマハのやつなんですか。なんてなんて、これやってるのがヤマハのやつなんですか。そう、あのヤマハしか多分これないんじゃないのかな、このズーム的なやつ、うん、でも音だけだからね、これは。ああ、そっか、うん、映像は別で、別口で用意しないといけなくて、でも、あのこれもうほんと10年前からあるからね、このソフト。うん、未だに、なんかあのやっぱり条件が結構厳しくて、すごい考えてリハをして試さないと、あのちょっとうまいこといかないっていう。なんかね、うん、稲田さん最近何してるんですか。最近はあの田んぼの準備をまだしてて、なんかね、まあ、あのちょっとトラブルがずっとあって、隣で工事が始まったんだけど、どうもその排水の暗渠っていうその溝をどうも埋められちゃったみたいで、田んぼから水が出ていかないよ。でちょっと困っててね、それは。その業者さんに連絡したりして、あの市の建設局の人に来てもらったりして、大変。もうやっぱりなんか待たれへんかったりとかしますよね、生き物やから。そう、あの、まあ、まだ植えてる時期はいいんだけど、その1、2週間ぐらいしたら1回あの水を抜かなきゃいけない時があって、でその時に水抜けないっていうのは結構致命的なことになっちゃうんだよな。大変だ、まあ、大変です。なんか大変です。あ、そう、僕あれなんですよ、はい、うん、全然話違うけど、うん、すごい良かったことがあって、うん、この間なんかあのいわゆる自粛警察みたいな人に、はい、あの止められたなと思って、うん、夜中の1時に家の近くで、うん、じゃあなんかいろいろ話してたらすげえ悪い、なんか悪いような声で話しかけてくるんですけど、うん、そう、あのどうやらいろいろ話してたら、うん、自粛をしろっていうんじゃなくて、うん、あの暴走族誘われたんです。シンジが、そうそう俺たちのチームに、いいじゃん、いいじゃん、俺走ろうぜ。そっか、そうそう、いやもうほんとめちゃめちゃ嫌やなと思ったけど、後々考えたらその選択肢もしかしたらあったんかもなと思って。ねえ、なかなか人生でな、ね、チームに誘え、ちなみにそのチームの名前とか聞いた。あ、いやもうそこまで聞けなかったですね。あ、そうやな、聞いてまうとな。いや違う、なんかあんま会話にもなってなくて。あ、そう、喧嘩の強さを試すみたいな話とか、なんかそういう系のやつだったから。あ、そうなんだ、未だにいるんですね、そういう人。あ、そっか、結構この話したらみんな笑ってくれるから。いや俺もめちゃ嬉しいな。中学生ぐらいの話。そう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 だな。やっぱ外出なあかんなと思いましたね。ないな、久々に外出て、刺激がちょっと強すぎた。家におったらそんなことないもん ね、 ね。しかもその人なんかあの家来いっつって、ちょっと話長いか、うん、いいよ。いや 家来いって言って、俺なんか家の近くであったから、うん、そう俺の部屋で来いって言われたんやけど、でつい、まあ、一応ついて行ったっていうか、俺と帰り道一緒やったから、うんうん、そうついて行ったら、うん、なんか俺ん家からあの100メートルぐらいっていうか、もう70メートルかな、うん、もうめちゃめちゃ近い国に住んでる人。あ、ご近所さんやった。そうか、
なんかすげえ人住んでんねんなと思いました。あれこれ、シンジさん、映像が切れてるな。これなんで？いや、わかんない。ちょっとやります。一回ね、はいはい、もう一度かけ直してください。はい、切れ、あ、ラインって勝手に切れちゃうことあんのかな。その電話のやつ、ビデオ通話に。そうっすね。来た？今 かけてます。あ、来た来た。はい、すみません。で、音はミュートでね、はい。はい。あれ？来ないな、信号が。うん。こっちは来てますけどね。うん。あれ？あ、来た来た来た。来た来た。来ました来ました。はい、ありがとうございます。いや、でも、それなかなかいい経験やと思うよ、それ。チーム誘われるのなかなかないよ。そうですよね。うん、ないない、うん。バンドやってるんです。似たり寄ったりみたいな。バンドやってるんで、お断りしますって。そっか、まあな、走り屋とバンドやったらバンドの方がいいもんな、うちらは。次もやってみますか。はい、はい、thank you.
シンジ、これ画像がさ止まってんだよな、はい、映像が分かるこれ。あ、そっち音は大丈夫だったんだけど、ちょっと待ってくださいね。シンジの電話、これさあ、これ言うとかなあかんね。あの、シンジの iPhone で、あの向こう映像を撮ってもらってるんだけど、壊れてんだよね、これ。でもこんな壊れ方するんすね。ねえ。いいですよね。壊れたら白黒になるって、めっちゃおしゃれやん、それ。そんな壊れ方でね、やったら許せるよね、なんか。あ、でもなんか、あの、母親からなんかあの、うんこんな状態やから、うん、なんかあんたどうしてんねやつって、うん、電話テレビ電話が来たんですよ、うん、珍しく。でも白黒っていうだけですぐ切られましたね。どういうなんかやっぱ壊れてんのとかあんま好きじゃないんじゃないですか。あ、そうか、もうやってられんってなったんや。なんかもう嫌なんでしょうね。こんなやってられんって、ね、そういう感覚でもなんかある人いますよね。もうなんかもう嫌やみたいな。もう壊れてるんならええわっていう。そっか、まあおるかもな、そういう人、ね、さあな、壊れてない方がいいよな、普通の価値観は。でもまあ俺は壊れてる方が好きかな、なんか。何ですか、うん、自分の一番大事なものとか壊れても好きでいられますか。あ、でもバイクとかね、もうすんごいボロボロでさ、今原付この間買ったんだけど、もう怖っ、ほとんど壊れてるなっていう。25年前のやつでさ、もうこの間もちょっと修理出したけど、なんかそういう風にして乗ってんのが割と好きかなって思ったな。稲田さんはそのめっちゃでかいベース持ってるじゃないですか、うん、これね、体もでかいし、うん、やっぱ体に合うバイクに乗り換えてみるのも一つのあれじゃないですか。あ、かもね。あのちっちゃいバイクやね、うん、スズキのバーディーっていう 50cc なんだけど、4人ぐらい乗れる、あのたまに言うじゃないですか、4輪みたいなバイク。あるね、あのヘルメット被らんでええやつね。そうそう、あなんかあコンバス積んで。そう、ね、ベースはね、車じゃないとやっぱさすがに怖いかな。マザラシで運ぶの嫌やしな。じゃあやっぱベースは壊れたら嫌ってことですね。ベースはね、いやでもね、この楽器もね、よく壊れてんのよ。あの実はここどこですか、あの、うん、ここベースの、あんま分かんないよね、あの肩のあたりがね、実は割れてんだよね。でそれをあの本当はダメなんだけど、あの水性ボンドでひっつけて、ああ、うん、無理やり直してやってるっていう。水性ボンドは後から剥がせるから大丈夫らしい。だからセメダインとかで やるともうアウトかな、うん、難しいな、ね、うん、壊れてないものをあんま持ってないような気がするな。何かしら調子悪い体も。またちょっとなんかあれ、あの大変な話になって、なんか年寄りトークみたいになってまって、腰と肩が痛くてもう本当に。いや胃が痛いっす。胃が痛い、ずっと胃が痛くて。あららららら、お前寿司食べたのに、うん、全部吐いちゃった。わあ、マジでもったいないわ。超もったいない。寿司食べて吐いてもったいないってめっちゃみんな言いますよね。そうやろ。ねえ、それのラーメンやったらまあしゃあないと思うけど、うん、寿司はせっかく寿司やからな、うん、そりゃもったいないわ。日本人にとってすげえやっぱ寿司はありがたいものなんですね。もう位が違うよね、なんか、うん、この間焼肉弁当と、うん、あのうな重が一緒になってる弁当が、うん、スーパーに売ってたんですけど、うん、それなんか新しくないですか。とうとうやったなって。いや、よくずっとあんのかもしらんけど。でも最近かもね、そのダブルで、ね、あのトップとトップの食い合わせみたいなのとかあんま考えへんのかな。そうやな、ね、赤レンジャーと赤レンジャーやもんなこれ。組み合わせがまずいよね。すげえなと思って。そうか、これもうなんか45分ぐらいやってんだけど、ああ、まあ、もうちょっと演奏しましょうか。じゃあ、うん、はい、はい、しましょう、しましょう、はい、はい、ちょっと
すいません、あの、はい、誰に言ったらいいんだろう、ウッシーのギターってちょっとこれ上がりますか。あ、ちょっと上げたらいいかも、ね、すいません、お願いします。
あと1回ぐらいなんかして終わりましょうか。はい、なんか言うことない。7月の22日次の日が祝日なんだけど、クッケンでライブをしますけど、それはクッケンに俺とチェロの黒田誠二郎2人で、で7針からミーマイモー萌ちゃんを、まあ、プロジェクターに移して、で、まあ、お客さんも、まあ、20人か25人ぐらい入れて、グッケンでライブをします。今のところ、まあ、それリアルのライブと言えるのか何なのか。でもネットデュエットってすごい音がよくって、もうそれは本当ありがたいんだよね。なんかさすがそこは頑張ったな、ヤマハのさすがの、うん、この音やったら聞いてもらっててもすごいいい音で聞けるんで、ちょっとやりたいと思います。よろしくお願いします。まあそちらはあれか、そのブッシュバッシュの、そうですね、ね、やつですね、うんうん、そうですね。あと長野にも行きます。あ、長野も、はい、それは池間優子ちゃんのバンドで、うんうんうん、なんかフェスみたいな。あ、本当、はい、どこでやるの。それなんか、なんだろうな、軽井沢の、うんうん、またホールみたいな。あ、うん、野外ではない、野外ではなくて、うん、でなんかこう1階席の奥の方と2階席だけ入れて、なんかこう、うん、そういう対策をして、うんうん、なんか無料で今回は開催するみたいな、ジャズフェスティバルみたいな感じです。はいはい、それフェスということは他にもたくさん出る。そうですね、ちょっと僕あんまり詳しくまだ知らないんですけど、うんうんうん、やるみたいです。はい、それがいつぐらいですか。それ23ですね、23ね、7月確か、うん、まあ休みの連休の時だもんね、そこは。そうですね、はい。いやそうか、あ、前そう、ゆうこちゃんと、うん、俺とシンジとウッシーで一回やりましたね。やったやった、うん。セブンスフロアで、ね、そう、セブンスでやったんだ、そうだそうだ、うん、ゆうこちゃん来てない。来てないでしょ。なんか顔出そう言ってたよ。あ、そう。まあ後でまた連絡しとくわけ、うん、あ、そっか、それで、そっか、ウッシーとちゃんとなんかがっつり会うのは今回初めてだったんで、そういえば。そうですね、この前もリハなかったですもんね。そうなんだよね、うん、そうなんだよ。今日もあれですけど、遠く離れたところでね、そうなんだよ。会わずに、うん、いやでも楽しいです、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます、ね、まあ、シンジはまた会うからね。そう、俺でも稲田さんと毎日ぐらい電話してんの。なんか話す理由みたいなの作って。どうでもいい理由で。そう、でも絶対稲田さん出てくれんの。そういうどこまでいけるやろうと思ってる。まあ、たまに出れへん時あるけどね。マジで。ああ、マジで。あ、そっか。な、
かけ直してくれるからな。まあまた釣り行きましょう、ちょっと、はい、ね、庄屋来たら釣りができる。はい、俺も行きたいっす。行こうよ、ちょっと、うん、あ、うち釣りする？いや、中学生でやめました。ほんま？はい、こっちは塩屋釣りクラブつってやりたいっす。グッケンの佐々木くんとかが割と。あ、佐々木さん元気ですか？元気、今いますよ。元気ですか？うん、今います、元気ですって。秋とかだったらさ、佐々木くんに連れてってもらって、釣れるポイント、イカ釣りとか教えてもらえるからさ、ぜひ、また行きましょう。はい、行きたいです。はい、はい、まあ、じゃあもう一回なんかやって終わりましょうか。はい、はいはい、
ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。和田真嗣オンドラムス、牛尾田雄一オンギター、稲田誠オンベースでした。またね。はい、ありがとうございました。あの YouTube これでこっちで切るから、このあのネットデータはそのままつけっぱなしで大丈夫ですよ。お、直樹さん聞いてくれた。